れはなかなか瀬尾さんが勝ったらちょっとなかなか面白い勝負だよ ね、別に蘇ってきた瀬尾さんが武蔵選手を倒しに来るという構図にもなりかねないといった形ですけれども、ね、僕たちと面白い試合やりたいから頑張ってほしいところではありますが、ね、はい、まあ、でも相性的にはトロンとウシャだったらやっぱりトロンが有利な試合で多いですからね、うん、やっぱりそのチャリス1位が非常にグリフィスハードを刺されていきですし、うん、どうしてもまあシャドウが不利な週末マネックモンが多く取られてますからね、うん、見た感じはどうもこれはトロン側が有利だと思いますかね、うん、さあ決勝戦がスタートです。左がエルドラジトロンを使う瀬尾選手、そして右がブリックシャドウを使うパシスジャックニコル選手となります。はい、ウザトロンシリーズからこのマップというのはかなり嫌な動きですよね、こっちからすると、うん、これで違うの置かれてトロン揃ってからの立ち上がりっていうのはもうグリフィス側としては非常にこれ厄介なんですよね、うん、ここからさあパシス選手フェッチランドから、うん、青黒ですかね、うん、メッキ青黒9割ぐらい持ってきますからね。そうですね、このグリックシャドウは先日の神決定戦でもマサが使用されたと、ね、これはちょっとすごものすごい強いデッキで、うん、キープ基準が大量になるんで、うん、まあ、やっぱ自己理しにくさとデッキパワーで、まあ、選んだって感じです、ね、なるほど。さあ決戦の原始これは1枚上下下下だ。さあ土地を2つとも下に送って態度です。そして手札ではもうパーツが揃っている瀬尾選手ですが、ここで X1 で虚空の、はい、ですね、これで揃っマット軌道で揃って作り返りに物やバリスタとかだとかなり不利な展開になりやすいですね。チャリストうまくコラコまで破壊できればいいんですけど、ハンドに囲いがあって打てない感じか。あ、ハンドから揃ったトロン。揃ってますね。さあここで現実を砕くものがそれかかると。これはさすがに一方的な展開になりかねないですね。こんなに3ターン目にチャリス置かれた上にスマッシャー。これはまあ終始でなんとか合わせてと飛んできますが、1万件が多いですね。カードしなければならないというこのかなりこれは辛い展開になりましたね、うん、まあ一応トロン側の反動は結構使ったんで、うん、身を引かれなければまだ全然チャンス自体はありますけど、うん、そして探検の地図もまあ起動できる状態とですね、うん、どこタイドリーは起動してきます。一応これでシャドウがまあ出せる、まあ、ライフ域になったんですけど、うん、まあコラガンの命令ここで引けないようだとかなりきついですね。これかなりコックのサズキが置いてあるので結構動きづらいですかね、パシス選手としてもね。シャドウに対して本当にあのチャリスが きますからね、うん、1万件が大量に入っているので、しかも今コラガンの命令ってメイン取りにくいんですよね。ちょっと腐る試合が多くなってきちゃって、なるほどなるほど。ここを締めてベルダージトロンは強いデッキですね。さあそろそろデッキリストの方も上がる頃かなとは思いますが、まだちょっとお時間かかっているようなので、上がり次第お伝えしたいと思います。一応手元の、デッキリストですと、コラガンコマンドは一応ベニーは2枚入っているとパチ選手ですね、標準的な状態にはなってますね。でなんとか引けると、さあそして返したんですが、何が来るかなと、うん、精神石、はいはい、ちょっと結構土地ばかりなように見えましたが、ここで攻め手がなければまだチャンスはありますね、うん、ここで作り変えるものが精神石によってドローされました。うん、幽霊街から作り変えるものですか、うん、そして山名ですね。幽霊街ですね、グリグスシャドウ側はやっぱ基本値が少ない目なんでね、うん、この幽霊街って意外ときついんですよね。そう、これでアップキープに潰されると基本的にはまあ赤マナってショックラウンドから補填するんで、うんうんうん、これで沼かしましか持ってくるんですよね。まあもともとこの駅月のケアで、あるいはショックラウンドを多めにして島と沼一枚ずつ入れてるって感じの構図が多いんで、うん、これされるとどうしても赤マナ不足になったりするんですよ、ね、なるほど。さあここは島、赤マナがなくなってしまった状態になっています。これでコラガンの命令よりケアしやすくはなったという感じですね。
引ける、差しの影をドローしましたが、これも1マナ、思考囲いも2枚あるの で、 そうです、ね、現在プレディングは一応春書の窓しかない状態と、かなり動きづらそう。1ターン目に囲いがあったならやっぱ打つべきでしたね、これは。うん、このエイドライゾーンの相手に先行を取られた時に負けパターンっていうのはチャリス1なんで、これをやっぱり気合して打つべきだった可能性はありますね。さあ作り変えるものでアタックしていきます。星さんの手札には春書の窓しでキャスト、打てる呪文ないんでブロックですかね。頑固な否認が1枚と死の影が1枚、あ2枚ですね。そして思考囲いが2枚と、全て1マナの呪文なんですね。まあ今のモダンって感じですよね。この速攻環境、ただそこでまあまあ切るしかめくれなかったし、まだ全然目はありますね。で基本地形をもうさらに攻めていくと、うん、これ以降の幽霊街はもうストリップマインですからね。基本的におそらくないので、あとは好き放題に壊せますね。赤物が来たら確実にそれを壊して、うん、って感じですね。まあ、この地図で持ってくるのはおそらく幽霊街ですかね。うん、まあ、ハンドは今いっぱい、まあ、なければ本当は買い物を持ってきてドローするシーンもあるんですけど、蒸気口をドローですかね。来ましたね。うん、しかし、これでは状況は固定しない。まあ、これはタップインで置く、あ置かない。ああ、なるほど。これ、まあ、置くと、そうですね、幽霊がされるんで、うん、置かずに置いといて、で、コラガンの命令を引いたら、割って、ショックインしてで、シャドウを着地。なるほど、ね。ただ、トロンガン、まあ、これはトロン、このトロンらしいですよね。ドロソーがないんで、やっぱこういう試合になりがち。自分の引きになりやれちゃうんですよね。土地は揃っても、フィニッシュは引けずという。うん、ここで何代の傾斜、シャドウを抜くんですかね。うん、一番のばっかり言ってなるほどなるほどなんですね。あ、打てないのかと。そうですね、シャドウを抜くんですかね、この状況を伺ったら。まあ正直チャリス、まあた引きすぎちゃってましたね。1マナこんなに引いちゃうさすがに、まあ、チャリスだけで試合が傾いちゃうんですね。現在ちょっと瀬尾さんが結局結構ハマってるかなといったところなんですが、ここで起動で、これはおそらく探せないんで割られただけ。まあまだいけなくはないですね、しかしこの4点というクロックが突きつけられて、さらに現実を置くものも今、まあこれはそう仕方ないですね。ここはパシ選手が投了ということで、1本目は早々に瀬尾健太選手が勝利しました。しかしね、まあ相性サドオールの試合でしたね。まあちょっとハンドル揃っちゃったな、ちょっと強すぎますけど、はい、さあというわけでサイドボードにこれから入ってから2本目がスタートするんですが、サイドボード後はこの勝負いかがでしょう。そうですね、まあ基本的にはトロン側ってムインがもうひどく有利なんで、うん、あまり入れるカードはなくて、ベリスケ氏側が逆に相当インしないと勝ちにくいんですよね。なるほど。やっぱりこの広がりゆく海ですとか、まあ広がりゆく海とかそこら辺、まあ収支を増やして確定だけで、うん、まああの時は身が少ないんで、その身の部分を潰して、うん、まあ神話を招くものさえ倒せればまあゲームになるんで、うんうん、まああいつを倒せる格差状況と、まあトロンが揃わんように土地を少し崩壊できるようにして、うん、まあ一応こっちの方が速さもアドも稼げるカード多いんで、チャリスさえ壊せれば全然勝機はありますからね。うんうんうん、というわけで第9期モダンシン挑戦者決定戦決勝戦の模様をただいまお送りしております。左が、エルドラストの瀬尾健太選手、そして右がフリックスシャドウのパシス・ジャック・ニコル選手です。1本目は瀬尾健太選手が勝利しました。ただいまより2本目、マリガンチェックに入ります。さあ、お互いモリオンなしでスタート。さあ、エルドラージの寺院からスタートです。寺院からスタートだと、まあ、作り変えるものが出る。感じる感じですかね。2体目作り変えるものからは何台の現象みたいな感じで、キープですかね、もしくはチャリス1があるのでキープした感じかな。
まあ、激闘入ってますね、うん、最近グリックスの激闘入ってる形多いんですよね。昔は入ってなかったんですけど、これで人間力が突破してるって形が多い、ね、なるほどなるほど。新章があるんで墓地に行っても問題ないから、うん、受け継がれしいスーパーグレイジーズの意思が、そうですね、まあ、グレイジーズにグレッキが近いものはやっぱありますよね、うん、ギター上があったら当然4枚積みますからね。そして結成の原子、爆薬が入ってますね。体操をあれで壊そうという話かな。なるほど、まあ、割れるものは何でも入れるぞってとこか。17原子だとデスシャドウも出ないし墓地も足りないからタシグランコも出ないし、ちょっと立ち上がり遅いかな。ここでさあ何を動くか。さあここでなんてロケーション、おお、ドシンとこの2枚からのこれはまあハント見せざるを得ませんかね。これはリスメンバーならやっつけれますけど、まあ、さあ公開されたハンドがタシグル、シュンショウ、シコハキ、そして頑固な否認が2枚に取りなくりょうとですね。これなんかシコハキがあったら一旦シコハキから入ってフェチタシグルってパターンもあったんですけどね。墓地を5枚壊せればタシグルに2枚出るんで、なんかちょっと頑固な否認考えてますね。まあ、チャリスは相当睨んだんですが、ね、一番だけがきついかなって、ちょっとそれを恨めちゃった形になるかなって感じですね。タシグルを抜くのかな。タシグルを抜く感じだとは思いますね。春章というのもありますけど、春章の話、まあ今の墓地の落ち方的には収支があるわけじゃないから、春章はそんなに今強くない気がしますけどね。シコワキ？シコワキを抜いてきましたね。なるほど。墓地を壊さない、意外な方法を取ったな。ここでドローは先ほど決戦の原子で積んでおいたシコワキの爆発ですね。あとフェッツ切ってタシグルが相手出せますね。すべて追放ですけど。あ、そうじゃないか。ちょっと今のシコワキはほんまにいい手じゃない気もしますけどね。グリックシャドウってそのデッシャドウ4、タシグル2、アンコー2の8しかアタッカーいないんで、この8さえそぎ落とせば、あとはただの弱いグリコみたいにできるから。なるほどなるほど。こう基本同系のそうなんですよね。シコワコイがあったターゲットって基本的に一番その要はハンデスとかジョギじゃなくてタシグル、アンコー、シャドウを狙うんですよ、ね、そうするとお互い身がなくなっちゃうんで、移動したら勝てるってゲームが非常に多いんでね。なるほど。ドロス落とすのはそんなにいい選択肢とは言えないとは思うんですけどね。さあここでまさに先ほどの8枚のうちのタシグルですね。じゃあできました。頑固なヒームって何かスペル、トロンガーのスペルはそんなに強いないですけどね。リスメンバーとかしかないんだけど、まあでもハンディスメンバーがあるのかな、まあ、ちょうどある状態でこれで一応タシグルやつけるのやぞと、まだこれ見えてるです。ここ、でカウンターですかね。そしてもう一発をあったんですね。さあかなり痛いが、なんとかタシグルを除去することには成功しています。発展ペイ。で手札にはもう一枚難題の予見者バリスタ、そして終末招くもの陣長ロボですね。陣長ロボかなりきつい盤面ですね、これ。これ陣長ロボ出されてしまうと大体9割方負けと言ってもいいですかね。ああ2枚目。頑固な品にフラッシュバックを与えておいてハンド交換。これはどちらですかね。まあ爆薬ですかね、一応白が出てくる可能性もあるんでね。なるほどなるほど。ゴールドフカラーとタッチしてる人もまあグリック姿あるので、頑固な品に落としても敵がしますね。
ここで負ける盤面って要は、まあ、あの仮に入ってるとすれば、まあ、ホルビーみたいなのが入ってて点滅みたいなパターンなんで、うん、かなり苦しいですね。これはさあここで大祖神さんも出てきましたね。実質瞬時は封じられたと。うん、ああそれはフラッシュバックなんかの品で一応打つのかな、打つ、まあ、打たないよりはと、まあ、ところですかね。まあ1払えばいいよって、うん、さあこれでかなり厳しくなった形のパシス選手ですが、ここでアンコを引いたんですが、アンコまあ、あ、こちらかったですね。白影でしたね。白影だとまあまあ悪くはないですけど、うん、ここでもきっと陣地ロボ出てきて、まあ顔面総枠ですねこれ。なるほど、こういう場面よくあるんですよね、うん、こういう場面ってあのお互いライフ減らしすぎちゃうとよく、要はあのよくないって言えるし、うん、ただこれアタックされてしまうとまあ死ぬ場面なんでね、うん、血をやってして終末を招くものですね。こちらが登場して、ああもうこのこれでダメですね。あいつ神社ロボ出ちゃうともうね、ここでこれ生き残るとすごいんですよね、うん、本体1点でもいいし、ね、ブロッカー規制圏でもできるんで、あとはソロンガーが待ってれば勝ちなんですよね。すごいですよ今回は本当に。確かにこの街の状況ができてしまうというのは、うん、今ライフ狙って1点でもいいし、もちろんドローでしてもいいし、あとはこのレリックで瞬時をさえ抑えて、うん、これでドローで後稼ぐか1点でライフを削り切るかなんですよね。ちなみに2ターンに1回1点入るんで、もうここでバリスタまで追加されました。ですが本体1点与えてもこれは問題ですよね、うん、攻めるんだったら自分ターン1点アンタップ1点本体1点バリスタチャージ1点の勝ちなんで、うん、これは1点与えても別に問題なしです。現在死の影が5-5ですかね。ああドローを使ったんですね、まあ、ドローもバリスタってるんで、まあ、ドローだったらバリスタをプレイした方がいいです。アンタップします。でもまあちょっと今もったいないかな。うん、ここでバトルレージ引かれてると戦闘制限できないから死にかえないんですよね。あ、なるほどなるほど。ワンチャンフェッチがあるんで、フェッチショックランドバトルレージでアルファで自由しかないんで死ぬ可能性はあるんですよね、うん、まあ、今ちょっとあバトルレージがここで墓地に落ちてしまったか、瞬章を引いたんですが、このままだとキャストができない。そうですね、今ちょっと瀬尾さんミスですね。そういうのはやっぱあるんで、絶対これ戦闘制限かけて、うんうん、動かなくしたらブロックしてバトルの可能性だけを抑えてってやらないと非常に危険なんで、すで、うん、にワンチャンありますかね。シャドウで切ってで本体に1点与えたのかな。削りにいっている形ですが、あとはバリスタチャージとこの1点で無理やり削って勝つという感じ、うん、ああもうなるほど、ディスメンバー引いたのかな。打っても別に何も大きいんけどね、うん、まあ、ここはチャージとバリスタで何とか勝つのが政策ですけどね。さあバリスタをさらに追加していきます。 X は2、ああもう攻め切ろうという。なるほど、アタックに行きましたね。全員攻撃して何台をブロックして1点取っとこに、まあ、飛ばして飛ばして、うん、で、まあ、っていうことですね。これ戦闘制限なんで、まあ、ブロックで6点入って飛ばされて、まあ、余震場稲妻があっても、まあ、負けてってことですかね、うん、まあ、終始やって何台殺してもうダメって感じ。まあちょっと、まあ、仮にあれは終始やったらちょっと危ないかもしれませんけどね、終始されると終始で何台やられて何台ブロックで2点だと5678、あでも勝てるのは、それでも一応陣地はアタックかかってますね。瞬章だったら瞬章サックで1点ですかね、バリスタで。で終わりです。さあここで投了ということで、はい、第9期もなしに挑戦者決定戦決勝戦は瀬尾選手が勝利しました。おめでとうございます。やんのしぶりだな。すごいことになりましたねこれは。いや面白いですね、この組み合わせは初めてだ。はい、いやしかしというわけでおめでとうございます。というわけで
改めて瀬尾健太選手おめでとうございます。第9期モダンシン挑戦者として、今横にいらっしゃいますモダンシン松井京選手に挑むことになりました。